そうですね、この世界の片隅にっていうのが2016年に公開されたものなんですけども、そうですね、これはそのすずさんという主人公の人が、戦争中という時代の中で何を体験したかっていうこと、そのすずさんの周りにあった世界をむしろ描いているかもしれないですね。でただそれは河野文雄さんの原作の漫画の中の ある一部分の抜粋して構成したものだったわけです。河野さん自身は、この世界の片隅にっていうのは主人公はすずさんというよりはむしろ戦争であるっておっしゃっていて、戦争をこうすずさんを通して描くのだっておっしゃってたんですね。で最初に作ったものはまさにそういう視点で作ったんですけども、ただその河野さん の原作の漫画の中にはすずさんが個人として自分はどういうふうに生きればよいかっていうことを考えることになる出来事がたくさんこう描かれていたわけです。でそういうものをこう描いて、また新しい映画として再構成できないかなと思って作ったのが、去年公開したこの世界のさらにいくつもの片隅にという映画なんですね。それはすずさんのその自分自身、すずさん自身がどういうふうに自分をこうなんか自分たらしめてるものについて考えようとする、そういうような映画ではあるんですけど、と同時にすずさんが自分のことを考えれば自分の周りにいる他の人たちのことも考えなければいけないわけですね。すずさんには自分の人生がある、だとしたら他の人たちにも同じような等しく同じような人生があるはずで、でそうやってみるとむしろ見えてきたのはすずさんの周りにいたたくさんの人たちの人生だったわけです。ですからすずさんが世界の片隅に立つ人だとするならば、もっとたくさんの片隅が今度は描かれるはずだということで、さらにいくつもの片隅にという題名にしたわけですね。それが去年2019年の12月20日公開で劇場にかかって、で実は今でも劇場にかかり続けているわけです。と同時に、今年の夏からは、ブルーレイディスクとか DVD とか配信とかになって、たくさんの方に見てもらえるようになっているわけですね。制作秘話はね、本当にね、その作り始めたのが2010年のね夏だったわけです。僕がそのこの世界の片隅の河野文雄さんの原作の漫画の本を途中まで読んで、丸山雅夫さん、当時はその企画プロデューサーだったんですけど、これをやりたいですって言ったのが2010年の8月だったんですけどね、それからずっと作り始めて、その劇場に公開されたのが2016年の11月、そしてそれから新しいシーンを足してもう一本の映画を作ったのが2019年の12月に公開されたわけです。でそれをさらに手直しして、ブルーレイディスクや DVD 用に手直しした、終わったのが、今年の7月でしたっけ。そうですね。で2020年の7月までかかりましたから、ちょうど丸10年かかって作ったことになります。でさっき質問の中でどんなふうに調べましたかっていうお話もありましたけど、実は最初から最後までずっと調べていたあと特に分からないことがあったらずっと気持ちに引っかかっていて、あこれだったのかっていうのが後から入ってくるものですから、ずっとその調べ続けていたみたいな感じがします。ですから一番最後にブルーレイディスク用で発売されたバージョンでは、その主人公のすずさんは主婦ですから料理するんですけど、包丁の形が違っています。広島ではこのタイプの包丁を使うっていうのが分かって、包丁の形を全部書き直してますそうです。それが10年目にやったことですね やっぱりコントレールっていう会社においては、片渕監督の作品をいかに世に出すか、それプラスしてその片渕さんが培ってきたそのアニメーションというものを
まあ、さっき言った新人のアニメーターだったり、制作、まあ、若いプロデューサーだったり、いろんな人間にしっかりと、なんていうんですかね、引き継ぐっていうと、なんかもう片目さん引退しちゃうみたいなのがあるんで、そういうニュアンスではないんですけれど、やっぱそれを知る集団なんだなとは思っているんで、うん、まあ、こういう考え方をまた広めるということかね、うん、そうそう、後に残すっていうことですね、うん、このアニメ業界にちゃんと定着させる、その考え方を、うん、僕らがやったことが特別のあるちょっとした一事例じゃなくて、うん、本当にこういうものとして定着するということですね、日本のアニメの中で、うん、こういうものっていうものにやっぱしっかりの、ね、形にしていくっていうことが使命だなとは思ってますね。そうですね、この世界の片隅には本当に今でもその実はネットフリックスとかで世界中で見れるような状況になっていると思うんですね。でただこの世界のさらにいくつもの片隅にという映画は本当に海外ではまだ多分どなたも見ていただけてないのに近い状況なものですから、そうですね、それがいつ皆さんのところに届くかっていうのがそれ病気がどんなふうに流行るのかというか、そういうことに関係してくるのかもしれません。ただ、もうしばらく時間かかるかもしれませんけど、今までご覧いただいたこの世界の片隅とはまた違うものとして見ていただける作品ですから、ぜひ期待して待っていただけるとありがたいかなと思います。それから、僕たちはさらにその次の作品をすでに作り始めているわけですね。この世界の片隅には今から75年ぐらい昔にそれこそ自分も作り手の自分も含めてタイムスリップして、その場所にタイムマシーンで行ってそこへ立つみたいな映画だったわけですけども、75年前に行けるのだとしたらもっと以前にも行けるはずではないかな。じゃあどれぐらい昔まで行けるだろうと思って、今1000年ぐらい昔を舞台にして同じような密度の描き方ができないかなと思っているわけです。まさにそこに立ってるように実感していただけるような映画ができないかなと思っていて、今その下準備をして脚本を書いているところです。海外の方、あとは杉並の方に少しメッセージを残せればなと思うんですけれど、やっぱりこの日本のアニメの良さっていうものをこの杉並っていう場所で今後もずっと作っていくと思うんで、うん、やっぱその作品を楽しんでもらいたいし、あとはまあコロナが落ち着いたら、まあ、こういう街でアニメって作ってんだというふうにいろんな人に訪れてほしいなと思います。でやっぱ杉並に住む特にやっぱ中学生とか、これから自分がどういう職業を、ね、選択していくんだろうって、そういう選択の中にアニメを作るっていうものを根付かせられるのればなっていうのも僕たちの目標ではあるんで、なんかその地元の高校が甲子園で活躍するみたいなじゃないですけどその杉並の子どもたち生活する方々にとってやっぱ杉並で生まれたアニメが世界で活躍するっていうのがそういうふうに喜んでもらえるようにできるようちょっと今後も頑張っていきたいなと思います。